半。うん。でも電車ここ4時までだから、4時になったら終わって、寝たいよ、寝ちゃうかも。今でやんやんやだと思う。今日は トラブルが多いんじゃなくて、携帯を見てるから困りました。冷房が効いて困るくらいとか冷房が効いて困るくらい多いですかだと思ってた。あ、空調が効いて空調が効いて困るくらい。あ、苦情がね、うん、空調が効いて困るくらいとか。困んないでしょ思ってた。でも空調がね止まったらね困るよね。暑すぎて空調が引きすぎちゃって他の人が大変だよ。私は確かに困るなと思って。確かに。面白いみんな。見込みできないよみんな。ちょっと頑張るわ。もっと滑舌よく歌うわ。滑舌よく歌わないで。空調が来て困るくらい。昨日ちょっと頑張んなくてもいいって言われたけど、うん、頑張るわ。歌ね、坊ちゃんね。空調が来て。どうしよう。でまた反省会で言われるかも。なんか今日坊ちゃんみたいな人いたんです。坊ちゃん。ごめんなさい。だって音響さん言ってたんですけど、そういうのちょっとやめてもらっていいですか。言われるよ。絶対言われますよね。変な歌い方したら怒られそう。バレるからする。でもさ、したくないのにたまに変な歌い方になっちゃう時がある。うん、難しいよね、本当に。難しい。そうなんですよ。実は私たちはそんなに声が高くないんですよ。出るキーがね。空調が効いてこるくらい。新公演来てください。待ってます。新公演来てください。本当に。9月24日にお渡し帰ります。来てください。お願いします。ああ、たまにギャギャギャめっちゃふざけてるわ。ギャ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 をギャ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 早取らないようにするのに必死なんだけど、いつも一応早いですもんね。なんかね、2番が早くなりがちかも。うん、そんな瞬間ギャ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 てか、なんか長い、あの、普通にそもそもその前の歌詞なんか格好悪くてもとかが長いから、そっちがちょっとでも遅れるとギャギャギャも早いから、あー、格好悪くてギャ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 イエス、イエスが太くなっちゃう。イエス強マジかも。ギャ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 イエスってなっちゃう。太うん、ちょっと太くなっちゃう。ギャ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 
なんとかなるよ、その方ね。嬉しいね、なんか。うちらが提案したことをさ、ね。なんかそのグループチームを押してないと、なんかできないようなアウトとコールがあるのがなんか不思議。ね。なんかフェスとか行くと他のアイドルさんのコールすごいんですよ。
だからそういうことで SKE ってコールがめっちゃうるさい曲ってあんまなかったから、確かにめっちゃうるさい曲が増えて嬉しい、うん、なんかさ、コールってなんかもちろん多分ファンの人たちがその応援するために言ってくれてるし、うん、まあ、楽しむために言ってくれてるけど、うん、そのなんかうちらを知らないっていうか、こう周りの他のファンの人たちへのなんかアピールになるじゃん、うん、それがいいよね。なんかめっちゃ盛り上がってるっていう感じが、うん、もう絶対にするから、それこそ夏フェスとかはさ、そういうのが結構大事だから、ギャギャギャみんなでやりたいもん、全体コンとかでやったらね、やりたい、じゃ絶対楽しくない、絶対楽しい、もうすぐ優勝だ、じゃあ終わります、ありがとうございました、バイバイ、バイバイ。